フィギュエモンです。今日は、羽生結弦選手が考えるフィギュアスケートの未来、ジャンプの AI 自動判定システムというテーマでお話していきたいと思います。なんでこの話をしようと思ったかっていうと、2020年、今年ですね、フィギュアスケートの 国際大会が結構なくなるっていう事態が次々に起きてますよね。現時点で2020年の世界選手権、スケートカナダ、フランス杯、ジュニアグランプリシリーズ、グランプリファイナルと2021年の四大陸選手権の中止が発表されています。まあそんな中ですね、 国際大会であっても実質国内大会のような試合になってるっていうことが起きてるんですよね。まあ以前からその採点はちょっとね疑問を投げかけたくなるような点数が出されてるんですよね。でイタリアのスポーツメディア OA スポーツで スケートアメリカの採点の国評記事が出てましたよね。まあ、選手の名前は言わないにしても、パッとしないパフォーマンスに、プログラムコンポーネントで10点満点の嵐であったり、ルッツもどきのフィリップ、フリップもどきのルッツ、これをね、惜しげもなく認定していたりしたようです。私そこまでね、詳しく見てなかったので、 どうなんだろうと思いながらもちょっと点数高いなぁとは思ってたんですけどねでスケートアメリカは永久大会ですよねですけどいわばミニチュア版国内大会かっていう風なね記事の内容でしたもともと各国の国内大会の得点は独自の審査システムを用いている場合があるので 国内大会の成績は ISU 世界ランキング獲得スコア ISU パーソナルベストスコアに反映されていませんでもだからといって国内大会の祭典が国際基準とあまりにも違うっていうのはやはり選手にとってもよくないですよね。どんななな演技ししてていいいのかかからくっまますね。そもそもも国際大会に出れる。 選手を選ぶのが国内大会であるはずなのでそこで間違えた得点が出ていたらもしかしたら世界に出た時に得点が高い選手っていうのが先行から漏れてるっていう可能性も出てきちゃいますよね昔新体操の選手で山田美穂さんっていう方がいたんですけれどもその選手ですね 国内大会であんまり1位になれなかったんですよなんですけど世界大会に行くと、まあ、日本人ででは一番の成績なんですよね、まあ、こういうことがフィギュアスケートでも起こってなければいいけどねっていうのはありますね。で羽生選手が早稲田大学の卒業論文でモーションキャプチャ技術を使ったっていうことは発表されましたよね。 実は羽生選手はモーションキャプチャ技術をフィギュアスケートの AI による自動判定に生かすことを目標に論文のテーマを選んだそうです。羽生選手のどこを切り取っても美しいジャンプっていうのは審判から有無を言わすことなくいいって思える技術を披露することを目標にしてきたっていう結果だと思います。その完璧に近い技術を 自らの体を使ってモーションキャプチャーをつけてデータを取りましたよねちなみに AI 自動判定といえば体操競技が有名です。3D レーザーセンサーを使って体操競技の採点を支援するシステムを国際体操連盟は導入しました将来の AI 自動判定に向けてそのデータを 生かそうと思ったんでしょうね。多分、羽生選手は将来的には AI が導入されるって分かってたんだと思います。まあ、あとはね、ボールの軌道を瞬時に解析することができる AI 技術を使って、テニスやバレーボールといった球技でのボールのインやアウト、あとはサッカーのゴール判定などに AI 判定、 人間のジャッジだけではまかないきれないっていう部分を AI が補う形で導入されているようです。あとはまだ導入されてないんですけれども、アメリカンフットボールリーグの NFL がデジタルアスリートっていう名前の AI を共同で開発しているようです。 でこれはねアメフトの大きな問題であるといううことが大きな目的だそうです。画像とか動画の認識 AI の機能を使って選手同士が接触した時の位置関係とか速度加速度姿勢などを分析して怪我をしにくい動作を選手たちに促していくっていうことなんですよね。 まこんな感じでスポーツ界は確実に A.I. 自動判定への道を歩んでいるって言っていいと思います。でね、私この A.I. が導入されるって一番最初に聞いた時に、もしかして審判いらなくなるのって思ったんですよ。あなたも思いませんでしたか？でもスポーツ界の流れを見ると、まあ、どの競技でも審判の代わりに A.I. っていう流れにはなってないので。 今のところ審判なしで競技するっていうのは、もうちょっと遠いい未来ななのかもしれないですよね。羽生選手の卒業論文のモーションキャプチャーデータと何十人かの選手のデータを集めて AI に学習させればもうね AI 自動判定システムは実現可能なところまで来ているっていうふうに早稲田大学の人間科学部情報科学科の 西村教授がおっっしゃっていたようです現在ねフィギュアスケートの採点は全て人間によよるものですよねその結果回転が足りてないのに4回転に見せたり3回転に見せたり、まあ、そういうねごまかしをする選手がいるっていうのはご存知でしょうか羽生選手もねもちろん知ってたようなんですけれども、まあ、それはいけないっていうふうにおっしゃってたそうですね、まあ、結局ね。 あの4回転ジャンプなど高度な技になるととても速い動きになってしまいますよね。なので瞬間的な動きを人間の目で判定するっていうことになっちゃうのである意味しょうがないかなっていうところもあるんですけども審判はねプログラムを見やすい位置に座席。 がありますよね。でも反対側は見えないですよね。だからね。目が届かないところで、まあそのエラーを隠すようにごまかすとまあ、そのまま採点されてしまうっていうことが起きているみたいですね。でも、その審判の位置がちょっと変わるだけでエラー判定はされちゃうわけですから、ごまかすっていうことをするよりも。 羽生選手は完璧を求めることを追求しているようです。私がフィギュアスケートを見始めた時、1980年頃ですね。この採点は6.0システムと呼ばれる採点方法でした。このシステムは、今から振り返ると、まあ最悪ですよね。6点満点が連発してますし、審判の数も今より少なくて、 その上、得点の上下1名を除く得点の平均点っていうね。大雑把な採点システムでした。だからね。試合をやってないのに、試合結果が分かっちゃうっていうようなね。そんなフィギュアスケート競技だったと思います。ただその頃の選手がダメっていうわけではなくて、採点システムがなんか平等じゃないなっていうのは誰もが思ってたんじゃないかなと思います。 だって最後の方に出れば得点高いっていうのはまあ今もありますけれどもそれが結構顕著に現れてたのでそれじゃあそして今の採点システムになったのが2003年です。で現在の採点システムになるまでルールは何度も変わってきました。でも変わらずね、なんだこれ ってね思う部分がプログラムコンポーネンツです。これは前のシステム6.0システムで言うところの芸術展アーティスティックインプレッションです。この部分の AI 判定はやっぱりね難しいと言わざるを得ないかなと思いますね。芸術を判定するのが一番難しくないですかだいたい人は感情で 芸術を判断してるって言えるんじゃないかと私は思うんですけれども人の感情って現状で言うと AI は苦手分野だってて言われてますよねそうすると羽生選手の研究したモーションキャプチャー技術で正確な技のデータをもとにジャンプやスピンステップの判定はできそうな気がしますよね。ルルール的にに得点にはジャンプのの比重がが高いのが 現状です。だったら取り急ぎジャンプの部分だけでも AI 判定をするようになるとフィギュアスケートの得点に疑問を抱くことが今より少なくなるかもしれないですよね。あなたは何何歳でですか何年後のフィギュアスケートまで見れるでしょうか羽生選手の研究をもとに、まあ、10年後には AI の自動判定が導入されてるんじゃないかなと 私は思っています今日は羽生結弦選手が考えるフィギュアスケートの未来ジャンプの AI 自動判定システムというテーマでお話ししてきましたいかがだったでしょうかまあ、未来の話なのでどうなるかは分かりませんがまあ、一つの可能性という意味でお話を聞いていただけたらと思いますまたね、お話したい話題が出てきたら 動画アップしようと思いますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。では、恒例のプージャージ脱ぎをして終わりにしたいと思います。 フィギュえもんでした。さようなら。